If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. 我跟文当现在就在海边，你拿那什么啦？这是什么？这也你拿？这也拿来呢？亲！いや、こういうふうに海を眺めてると、海の向こう側って何があるんだろうって思っちゃうな。本当海の向こうってさ、無限に広がってそうでさ、ワクワクするよね。また夕日が綺麗だ。ルーちゃんこれを見てなんて思うの？世界は広いなと思っちゃう。だってさ、俺とルーちゃんみたいなさ、お互い外国人同士が付き合えるのもすごいと思わない？だってなかなか出会えないしな。そう、同じ地で結婚して家族になってね、そう考えるとすごいと思うよ。シェイシェイ、不客气啦。なんかすごい中までいたね。なんか取ったら全然砂の色が違う。これは砂の下の土っぽいやつだね。我当自己一个人在那边玩。Wingardium Leviosa。文当真的是很闲。现在又在干嘛？もうちょっと重かったら永遠に回せるんだよ。あなたも本当子供だね。じゃあ砂入った。はい、真的好美哦。看ほら、あの人は持ってる。本当だ、みんな持ってるね。看到海就觉得整个心情都会变得很辽阔。虽然有一个小朋友在那边玩。不要走太远哦。元気出ない時は海見ることだよ、ルーちゃん。海はこんなにも広いんだ。君のね、悩みなんてこんなもんだ。この世界見てみな。これぐらいのさ、夕暮れ時ぐらいが一番綺麗な気がする。飛行機も飛んでる。飛んで。海水浴さ、行ってなかったの？私とルーちゃん行ったことないの。そう、行ったことない。海にも行ったことないっけ？なんかもともと2人一緒に海行こうねの話3年前ぐらいした気がするんだけど、私水着も買って、文旦が急に風邪ひいて行けなかったんです。あれはね、行きたかったけどね、まあしょうがなかった。それで今回は初めてかもしれない。まあ実際に海には入ってないけど、こういう風になんか浜辺で話すのもめちゃめちゃいいなと思います。色可愛くない？なんかちょっとオレンジっぽいの感じ。そうね、やっぱり海だからそういうフィルターみたいのかけてる感じがしないね。え、自然の美しさやな。フーちゃんと山はいっぱいいたけど、海なかなか行ってないね。なんか山行ったらルーちゃんいつもなんか、ルーちゃん待って疲れたって言ってすぐに泊まるんだよな。ね、でもちゃんと最後待って行ってるよ私。え、台湾はさ、プールの授業とかないの？なかった。嘘？うん。皆さん本当ですか？日本はあるよね、あのアニメとか絶対なんか、うちもあったよ。塾とか。塾？うん。プールの塾があるってこと？なんか、いや台湾は。びっくりした。びっくりした。結構襲われるな。日本はさ、なんか小学校のプールは開放されて夏休みに。うんうん、そこでなんかみんなでワイワイするっていう時間が楽しかった、すごく。あ、でもプールのある学校もあると思うよ。うちはなかった感じだと思う。あ、そうなんだ。いや、俺小学校中学校の時はさ、結構プール行ってたの。なんか高校生ぐらいになってから急に行かなくなって、プール遊んでる子供たちにと一緒に思われたくないっていう、なんかちょっとした中二病があってね。好きだったのがさ、プールのウォータースライダー、こう筒がこうつながってて、うん、その中をなんかこうやって、ああ、それか、ジャーンみたいな、うんうんうん、あれがめっちゃ好きだった。そしてあとまたなんか船みたいなやつ乗って、上からシューのやつ乗る。ああ、なんかボートみたいなやつでしょ。そうあるある。あ、台湾もあるんだ。うん、あるある。昔はなんか友達と1回ぐらいかな、遊びに行ったことある。へえ、中学生の時かな。結構楽しいよね、あれ。あれまたしたいな。一緒に行こうよ。ふーちゃんあれできるの？ふーちゃん結構そういう絶叫系怖いじゃん。いや、あれはなんか大丈夫。急降下するのは苦手よ。うん、でなんかただシューンのは好き。楽しい。海の私と文旦だ。ルーちゃん機嫌直った？うん。ケーキ出た。
うん、あ、よかった。なんかみんな見えますか？今顔がちょっと赤いのが夕日なんですよ、うん、すごい綺麗です。ねえ、みんなに見せよう。スタージャーカーいや綺麗だね。アンダーザスイアンダーザスイ、うち今アンダースイだよすごいね。なんかね、見た感じ結構暗いんですけど、動画にしてるとめちゃめちゃ明るく感じるね。そう、なんでだろう、わかんない。なんか実際に見たら暗いよ。そう、暗い暗い。でも動画にしたら結構明るい、うん、夕日が後ろだからかな。そう、カメラの後ろで多分まだあるからかな。いやね、結構ね、昔はビーチバレーしたりとかしたことあるな。ビーチバレーね、めっちゃ疲れんの。そうなの。砂の上で走るって結構疲れるのよ。あ、立ちにくい。そう、あと走りにくいからめっちゃ体力消耗して、うん、すごい疲れてた。なるほど、私したことないな。いや、ルーちゃんもう多分1分で終わるね。めちゃくちゃすごいから私。何がいつもすごいいや、俺も海自体と3回ぐらいしか行ったことないから。私どうしてふーちゃんと行ったことないんだろう。6年一緒にいるよね。そうね、なんでだろう、まあ、でやっぱりルーちゃん結構泳ぐのが苦手っていうイメージもあるし。イメージ、あ、まあ、実際泳げない。実際泳げないまあ俺も車ないからさ、そこはちょっと問題かもしれない。そうだって結構荷物多いじゃん。前ホームステイ行った時に、うん、そこのお父さんとお母さんと子供2人、あと私とあともう1人の外国の子なんだけど、あのお父さんが運転して一緒に、うん、6人一緒にあの海行ったの。お、楽しかった。バーベキューとかしたの？してないけど、あのでもその時にやっぱり海行くのは風がある方が便利だなと思った。うん、便利便利。今はレンタルだけど、レンタル結構金かかるんですよ。うん、かかるね。そう、1日1万円ぐらいかかっちゃうもんね。そう、しかもまだそんな遠く行ってないからさ、自分たちの車買いたいねと最近めっちゃ思う特に熊本行ってから。熊本の時は本当楽しかったね。私子供の頃もそんな車乗ってる記憶ないから、車の便利さが分からなかったんですよ。そうか、いつもバイクか。お父さんいつもお父さんの後ろに座ってて。ああ、そうかそうか。そう、まあ、車の中だとさ、クーラーも効いててね。そう、なんかバイクも楽しいけど、うん、お父さんの肩はねすごい安心感あるし、うん、でも車寝れるからささっきもずっと寝てましたなんかやっぱり後ろがどんどん日が沈んじゃって、うん、こっちもちょっとね、もっと暗くなったけど、まあでも赤いね顔がね。そうだね。うん、一回ね、水鉄砲の大会に出たの。台湾水銃で言うの。あ、そうなんだ大会2位を取ったよ。え、すごい、すごいじゃん。準優勝した。私とプーちゃんがしたことないね。とりあえず海かプールか一緒にちょっといろいろ遊びに行きたいね。夢できましたそれ星？うん？あ、星かもね。結構明るいね。みんなに見せよう。ゲッタージャーカ。大家是不是看不到啊？なんか星見えないか？あ、見えた。これだ。これ星見える？ふーちゃん見える。これ星です。一つ真ん中にあるやつな。そうふーちゃんわざわざありがとう。トゥイトゥイまあまあよかったよ。なんでこんな虫僕の近くにいっぱいいるの？あなたいい香りしてるから。トッシャハニーもかわいいのよ。我们旁边这里已经是晚上感觉了。すごい元気出たよ。あと晩ご飯何食べよっかな。何食べよっかな。いや、お昼ご飯はさ、結構食べちゃったからさ、結構お腹いっぱいだよね。いっぱいでした美味しかったね。そろそろ帰ろうか。そうだね、暗くなってきたし。やっぱりこういう日も必要だね。俺自身もリフレッシュできてよかったでもね、こういう日がなかなかいないから、二人の一緒にいるシーンをたくさん撮ったね。二人が今海にいますよ。あ、でも暗くなったね、こっちだと。なんか熊本の時にさ、一回だけ俺景色の綺麗なところルーちゃんに連れてったの覚えてる？あ、山の上。そう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 。なんか車で簡単に行けるところ。あれ動画にしてなかったんだよね。してなかった。ああ、そうか。まあ真っ暗だったし。もう本当写真の思い出。そう。あれもね、すごい良かったね。だからそういうところも今度行きたいね。景色のいいところ。まあ、車は買うかレンタルして。像我跟文档很暗，可是这样大家看得到海。那谢谢大家看这支影片，也谢谢文档。耶！这支影片也拍得非常突然，谢谢大家也看这支影片。那我们就下次影片再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で行けば。
生。